茶色がの仮面が来てない。ありがとうございます。首都大の菊川です。それでは私はサウンドガーデンというインスタレーション作品ですね。箱庭型の光や音を出すインスタレーションなんですけど、これについて説明させていただきたいと思います。でこの作品はインターカレッジ2012にて展示をさせていただいています。まず最初にですね、ビデオゲームとまあ、プリミティブプレイっていうのは、名付けたんですけど、砂遊びとか積み木遊びとか子供がこう誰でも通ってくるような原始的な遊びのことを指しているんですけど、この2つについて、ちょっと考えていきたいなと思います。このプリミティブプレイはですね、誰でもやったことがあると思うんですけども、それは今でも変わらないわけですね。テレビゲームが発達して、今どんどん開発されているにもかかわらず、今でもなおこう魅力を持ち続けている。その理由はなぜかというところを考え始めました。で、一つはやはりシンプルで安定しているということが言えると思います。積み木とかですと、例えば投げたりしても中に特別複雑な機構とかないので壊れるということがあまりないですし、遊び方っていうのが特に決まってないということが言えると思います。それによって、ユーザー の創造性というのを刺激するということが言えると思います。で同時に、この原始的な遊びというのは触覚的に豊かなことが言えると思います。一方で、コンピューターを使った表現というのも大きい利点があるなと思っていて、一つは、皆様もご存知というか体験されていると思うんですけど、ゲームとかはやっぱり人を熱中させるような豊かな表現力があると思います。で同時に、その理由とも言えると思うんですけど、インタラクティブということが言えると思います。ユーザーが、入力したことに対して即時に対応できるというところがコンピューターの強みかなと思います。でそれと同時にマルチメディアということが言えると思います。音や光や映像やいろんなものをつなげることが自由度が高いというところが、強みかと思います。で、我々の今回の研究の一つの目標として、挙げたいのが、この原始的な遊びの強みと、バーチャルな表現コンピューターの強みっていうのを掛け合わせることができないかということを考えました。で、そのような研究の参考になる、先行研究の調査から入りまして、で一つここでご紹介したいのが MIT タジブルグループの、イルミネーティングクライですね。これは遊びの道具ではないんですけども、粘土を使ってこう 3D のモデリングをするのを、3D のカメラ、振動カメラとプロジェクションマッピングを使ってこう支援するようなアプリケーションです。でユーザーが作ったモデルっていうのを三次元的にこう捉えることができて、でそこに映像の表現を載せるっていうようなことの先駆け的な研究になります。
で、これは、著者らの先行研究になるんですけども、マグネットスフィア2というものなんですが、これはあの、ちっちゃい磁石の玉で作った、一種の砂場なんですけども、下にこうあのコイルがありまして、それを動的に制御することでこの砂の硬さを動的に制御することができるようなシステムになっています。でさらにそこに映像が投下されることによって、こう普通の砂場にはない、バーチャルな、表現というのが組み合わさった砂場になっています。で、この作品はご存知の方も多いかと思うんですが、リアクテーブルという楽器になるんですけども、これはあの AR マーカーによるあの画像の認識処理と、まあ、音楽的な表現と、そして、まあ、あの映像の表現を有機的に組み合わせた楽器と言えると思います。でこれを取り上げた理由としては、あのこの直感性、表現の直感性によって、まあ、実際あの多くのユーザー、プロフェッショナルのミュージシャンも含めて多くの人がこうパフォーマンスに使っているっていうことがあって、この作品を、研究しました。でこれらの先行研究を、経まして、具体的な構想っていうのが浮かび上がってきたんですけども、プリミティブなプレイを表現するためのメディアとして砂と積み木というのを今回選びました。砂や積み木は、まあ、先ほども申しました通り、あのなかなか壊れることがないですし、特にルールがなくてもみんな遊んできたものだ。でそういうもの と、今回は画像認識とプロジェクションマッピングという、コンピューターの技術を掛け合わせることによって新しい作品を作りたいという考え始めました。で、あの作ったものがサウンドガーデンという名前のものになったわけですが、ここからはこのサウンドガーデンの実装面について、説明させていただきたいと思います。流れとしてはプロトタイプ、そしてシステム構成、そしてソフトウェア、そしてビジュアルサウンドについて説明したいと思います。最初に、プロトタイプを取りました。でこれは、先ほど取り上げましたリアクテーブルという、研究しているところの、チームの方が開発したリアクティビジョンという、オープンソースのライブラリを使いまして、あの下の方にあのこうマーカー的なものが貼ってあるのが見えると思うんですけども、もう、AR マーカーをこう検出することができる画像処理のライブラリを使いまして、この上側に筐体があるんですけども、あの透明な板の上にこうマーカーのついたおもちゃを乗せると音が鳴るというような仕組みを作りました。で、音の、生成は MaxMSP を使っています。でこのシステムはまあ、あのリアクティビジョンというのが非常に洗練されたライブラリなので、あのすごく早く実装することができたんですけれども、一方でこの砂とか、というメディアを使おうと思った時に、これは透明ではないので、あの下からこう映像を撮るということはできないなと思いまして、で一方上からカメラを吊るして画像処理をしようと思うと、あの AR マーカーが上に出なければいけないことになるので、こういう作りっていうのはあのあ子供を対象としたあの作品を作りたかったっていうのに言わせてたんですけども、あの子供が気を使わなくても楽しめるような、インスタレーション作品を作るときに、そのマーカーが見えるとか見えないっていうのを意識して遊ぶっていうのはちょっと違うんじゃないかなと考えて、もうちょっと違う解決法がないかということを考えました。で結局こうなりましたという感じがこのツールなんですけども、まあ、この手順見ていただいた方はお借りかと思うんですが、箱庭的な箱がありまして、それを上からあのキネクトとウェブカメラと取り付けて、画像を取得しています。
で、そこから、積み木が置いてある位置ですとか種類ですとか高さっていうものを取得しまして、でそれによってそれに応じて映像や音楽を、生成しています。で、ここには書いてないんですけど、大きいアルミラックに乗ってるような形でカメラやプロジェクターを吊るしています。ソフトウェアなんですが、今回は、C++ の言語で、実装をしています。で、もっと具体的にはオープンフレームワークスという、ライブラリーを利用しています。これによって、キネクトですとか、画像処理に用いるオープン CV ですとか、物理的な計算アニメーションを生成するときに利用しているボックス 2D ですとかっていうライブラリを一つにまとめることが簡単にできました。で、プロトタイプでは MaxMSP を使っていたんですけども、今回の実装ではスーパーコライダーを利用しました。理由としては、実際は多分どちらでもできることなんですけども、スーパーコライダーの方が、オブジェクトの情報をそのまま波形に、数字的にやり取りして波形を動的に生成するっていう時に有利かなと思って使いました。はい、遊び方になるんですけども、このように好きな積み木を選んでいただきます。で、それを置いてもらうと、でそうすると、これがアプリケーションが動いているところなんですけども、画像処理によってオブジェクトの形と位置を、検出しています。色とかもですね。で、OpenCV というライブラリのシェイプマッチングという手法を使って、今回は、円ですとか符形ですとかを検出しています。でそれに応じて、プロジェクションや音が、出てくるというような仕組みになっています。で、いろいろなオブジェクトの形に応じて違うアニメーションが出てくるというような仕組みになっていて、こういろいろ置いていくと楽しくなるというような感じです。音の生成のマッピングに関してなんですけども、このキネクトで撮った三次元的な高さを、ピッチの高さですとか、おもちゃの種類によって、波形が変わったりで、こう右左に置くとそれによってパンが触れたりというようなマッピングをしています。フューチャーワークについてお話ししたいと思います。今回のシステムでは、すごく単純な、形の積み木を使いました。でそれはやはり画像処理の処理的な問題で制約された部分も大きくて、本当は今右の写真にあるような本当はではないんですけども、いろいろな形のものを撮れたらもっと表現が広がるなと思っています。そのためにもっと、画像処理を、深めていきたいなと考えています。で同時に今回ウェブカメラとキネクトを2個併用で使う形になったのは、キネクト の解像度の低さに起因するものでした。なので、もっと詳細なデプスセンサーが、を使うことによってより正確な入力が可能になると考えています。で、少し話が変わるんですけども、箱庭療法という心理療法があるんですね。スイスで50年代から始まったものなんですけども、こういうように箱庭におもちゃを置いていく遊びを通して、一種の芸術療法ですね、表現をすることによって、クライアントが解放に向かうということと同時に、セラピストがクライアントの心境を知ることができる、今どういう状態なのかというのを知るアセスメントの道具として使うことができるという、セラピーなんですけども、これを、今回のシステムがより洗練されてくると、いろいろなこうものを置いてそれを入力として取ることができる。でそのデータを人の気持ちというか
その時の心理状態っていうのと一緒にデータとしてこう貯めていくことによって、もしかしたらこう感情を分析するような、システムができるんじゃないかというと考えています。あ、早く、はい、もし何か、怒っています、はい、会場のスピーカーの今これすいません、多分元の音がちっちゃい。まあそこに展示してあるやつで多分見ていただいた方がちょっと今展示してる方が最新になったりするので、わかりました。ではご質疑、ご質問ある方どうぞよろしくお願いします。じゃあちょっと私から始めさせていただきたいんですけれど、この最初にアブストラクトを読んだ時に、心理療法の箱庭療法に着想を得てっていうことが書いてあって、これは作曲のアプローチとしてはちょっと面白い方向性だなと思っていたのですけれど、そのあたりを少し詳しめにお願いします。そうですね、やはり構想と実際の実装のレベルっていうところがあって現在、こういう発表をさせていただいたんですけど、最初の構想としてはその心理状態っていうのを箱庭が読み取って、でそこで自動作曲してくれるっていうことによって、一種のこう遊び道具なんですけども、そのセラピー的なインスタレーションになればいいなという考えがありまして、次の堀さんの研究ともちょっと関わってくるんですけれども、こう心理状態、人の表現が心から生まれるみたいな前提が、大きくあると思っていて、そこから直接表現を行うっていう着想なのかなというふうに思っています。実際にそうできたっていう感じはしますか？いや、現段階ではそれがかなり難しいことだなというのが正直なところです。なぜかというと特に一番難しいと思っているのはその箱庭療法っていうその自体が、その学会とかもあって発達している学問のはずですけども、その例えばこれが置いてあったこれが置いてあったらどういう状態っていうような、客観的な評価処方みたいなものは確立されていなくて、そのクライアントとの話し合いですとか、その文脈的に1回目の箱庭、2回目の箱庭みたいな、こうそういう流れの中でその人の状態を測っていくような構造になっているので、今回今こう配置されているからこういう心境なんだねっていう分析手法が見当たらなくて、なるほど、なんかその辺の見立てるとかメタファーとかの概念ともつながってると思うんですけれど、その見立てる系のアートとうまく融合できると良いですね。終わります。あと2分半ほどあるのですけれども、皆さんどんどんご質問をお願いします。はい、お願いします。大学の人です。実物まだ見てないんですけど、実物をまだ見てないんですが、非常に面白そうなところで共有が聞かせていただきました。で最初に砂場遊びっていう話があって、でこの、インスタレーションなので誰が使うかっていうことまでは想定しないで作ってると思うんですけど、例えば子供みたいなものが作る場合には、子供は積み木を何かに見立てるわけですよね。でそういう時にそれとその周りに生成されるパターンとか音楽とかそういうものがマッチするのが望ましいと思うんですけど、そういうことについては何か検討されたりしてますか？入力
まあ、本当に実装 の, あのレベルに依存していると思うんですけども、あの結構致命的な問題として、その積み木を積んで形を上げるということを入力とする場合、やっぱり情報上からの画像処理だけではどうにもならない部分がありまして、あの私自身その形作ったその何かのメタファーがあったものを読み取ってそこにインタラクションを加えるということを目指しているんですけど、現状だと、まあ、そういう実装的な問題でできていないという感じです。逆に今あの波紋みたいなパターンが作られているので、はい、子供が使うことか分かりませんけど、もし使ったらあの水の中みたいな感じでそれで動かしてっていうことをおそらくすると思うので、そうすると水のような音を出すとかそういうことっていうのはあっていいのかなと思いました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう一つの質問ですね。まあ、簡単です。あの積み木は何個まで？それはあの本当にコンピューターに依存するというか、で今回たくさん並べるとどんどん遅くなる、まあ、ですし、ちょっとノイズが増えてきてしまうという問題がありまして、今回5個だけ置いてたんですけど、それはなんか本当に安定して動くなという実測値というか、はい、で、あともう一つこれ砂なので、例えばピラミッドのを逆さまに薄く刺すとか、直方体の角を薄く刺したらどうなるんですか？上から見た時にあの矩形というかだった場合取れるみたいな、だから、いや立方体の角をちょうど真下真っ白になりますと六角形になりますよね。はい、それはあの大丈夫、登録しておけばっていう感じに今だとなります。あ、いや、登録して形にヒットしないと。そうです、高く、はい、じゃあちょうどお時間もよろしいようなので皆さん拍手で、ありがとうございます。